はいえー、どうも吉谷です今回ですね LINE の方でご質問いただいたので回答していきたいと思います、えー、吉田さん誕生日おめでとうございますありがとうございますはいえー、まあ、ここから質問なんですけどもえー、トップアーツについて検索して規約をよく読んだ方がいいということを書いた記事がありました個人情報を好き勝手に使われてもいいよってことですよねこのような規約の場合は何か対策されていますかとはい結論僕の方は対策していません だこれが気になる方これが気になる場合はやらないもしくは、うん、対策しようがないと思うんですけどねうんまあその個人情報っていっても登録しているのがうんまあメールアドレスですよねメールアドレスが個人情報の一部になると思うんですけどもあと登録しているところとするならばうんまあペイパル設定してるんだったらペイパル、うんまあ銀行振込してるんら銀行振込の口座情報 ここら辺が個人情報になってくると思うんですけどこれ対策しようがあるかなっていう <laughs>、うん、対策なんか逆にこ,ここの部分をどう対策するのかなっていうのが僕の見解ですねなんか LINE もそうなんですよ LINE もその一回規約変更があってそ LINE のやり取りをね LINE のやり取りを LINE の会社が全部見ていいよ見ちゃうよみたいな規約変更があったんですよそそれで一回そのあのあなんだ そのネタで結構ネットでバズったんですけど、まあ、LINE の方に LINE の会社にそのメッセージのやり取りを見られないように設定するみたいな、まあ、僕も設定してますけどさすがに LINE のメッセージはね見られたくないじゃないですか、うんね、LINE の,のやり取りは見られたくないですよねだけど LINE の会社さんがいやそれをこっちでねチェックしてもいいよみたいなね規約にしたんですけど トップバスの場合ってメールアドレスと、まあ、銀行口座かペーパルの情報なんで逆にその対策しようがないんじゃないかなってそこってだって振り込みされる場所じゃないですかじゃあそこを違うじゃあ名義にしますって話じゃないですかまずじゃあ銀行口座を違う名義にしますみたいなうんだからそこをもし対策するともするんだったら、まあ、メールアドレスに関しては別に適当に作ればいいじゃないですかうん適当に作れるんで だから銀行口座ですよねあとはじゃあじゃあ銀行口座に関してはあのー、誰かの,その、はい、裏ルートで、まあ、銀行口座を作ってその銀行口座に振り込まれるようにするとかが対策かなか個人情報をトップバスに <laughs>、あのー、入れる場所がそんなないというかそこしかなくないですか、うん、個人情報と言われるものは。 なのでまあ僕の見解としてはまあそういうことですね。はい、で僕自身は別に対策はしてないです。LINE の方はしてます。LINE はしました。はい、LINE 知ってますか ?LINE もそ,のそういう規約が変更があって、うん、LINE の会社がメッセージを勝手に見,見ちゃうよみたいな。いいみたいな。っていう規約に依然したことがあるんですけど。はい とということで今回トップバズのご質問ですね、はい。トップバズの個人情報について回答させていただきました。ありがとうございます。